何度も言わせるな。あんたの獲物じゃない。悪いな。頼む。早い。俺に任せろって言わせろよ。ちょっとした快感なんだ。いいからさっさと片付けてくれ。君たち仲いいね。世界を変えた力だ。こなした試練の数が違うさ。俺の獲物じゃないらしい。この光、魔法か？これは星の輝き。ここではない星。あなたの記憶に宿るふるさとの光よ。ふるさと？そう言われても。覚えがないとしたら、あなたはふるさとを見失ったのね。思い出は消えたってことか。過去を取り戻したいと思うか？興味ないね。過去の自分がどうだろうと、今の自分が俺だ。なら教えてくれ。思い出せないふるさとの光に、今のあんたは何を思う？優しくて、暖かい光だ。こんな光に溢れる星なら、ふるさとと思って、帰るのもいい。あなたは帰れない。過去へは戻れないから。そうか。でも、未来には進める。思い出には戻れないけれど、新しい世界を望むなら、クリスタルが旅を導く。あなたの、いいえ、あなたたちの約束の地へ行ける。俺も？どうする？このクリスタルに願って旅してみるか？譲る。あんたのクリスタルだ。行くと決めたら途中下車はできないよ。過去を振り切ることになるけど。思い出の中に帰る気はない。俺が行きたいのは、これから動き始める世界だ。行こう。じゃあな。一緒に行かないか？面白そうだが、今はいい。そっち側が気に入っているのか？逆かな。気に食わない世界だから、突き詰めて暴きたいのかもしれない。厄介な性格だ。人のこと言えるか？また会おう。